ばんは。パンジュラモンスターさん、平田くさん、キョンシーさん、坪ゆうすけさん、ありがとうございます。こんばんは。スカパーダさん、ジャストミトさん、ありがとうございます。今日は歌いたいです。今劣化ティアマトをめっちゃ強化してる。似合う。情熱になった。たまちゃんねえ、たまティーナってさ、先方体に入れたらいいって見たんですけど、どう思います？こんばんは。いや、メインに入れてたのよ。でもたまちゃん先方体、なんか先方体は回復系の方がいいっていうのを見て、そうそう、どうしたらいいのかなと思って。メインの回復役は自分とエグゼに回復パーツちょっと1個だけつけてるくらい。ダメ？エグゼの回復でも全部持ってるんですよ。1回回復にしとったけどやめたから。眉毛短い、こっち顔のパーツがパーフェクトだし。タッチ顔シュッとしすぎ、羨ましい。嘘、今日めっちゃ考えるやん。いや、先方体さ倒せん人って強く、かっこよくない？みんなの回復力を上げる。エグゼじゃない、タマちゃん。そうなの？タマちゃんの代わりにティアマト入れたんだけど、エグゼの回復よりタマティーナがいい。でもさ、ギルドバトルをするにあたってタマティーナは先方隊に絶対おるわけでさ、先方隊をさ、そう、先方隊を強くして、先方隊回復メインと強いの入れといて、先方隊をもう破られんようにしとったら本体にも来んわけで、それならタマティーナどっちに入れても別にいい気がするし、タマティーナが本体の方じゃなくてもいい気がするんよ。どう思う？やっぱタマティーナは本体の方入れるべきなのかな。タマティーナ言いたいだけ。確かにバレちった。タマ本体か。じゃあティアマトとさ、あれどっちがいいと思う？あの男の子、グラディウス。
もっと昇竜がしたい。なんかね、難しいな本当に。別動隊と先鋒隊に何がいいのか分かんない。リンク開放してないんですよね、まだ。した方がいい？これなんかさ、なんかとどまれっていう方が何人かいたからさ、とどまってた。というわけで今日も歌おう。奇世界ギャル、今日ねギルドバトルで私のファンの方々に当たったのね。みなみんとほのたんがいて、その時間面白かった。昇竜レベルが下がるとかの意味が分からんのよね。私のファンってどこで分かるの？ギルド名がミチウスだったのと、知ってる名前の方ばっかりだったのと、とかいろいろ。昨日ラブ修行歌わんかったっけ？そう、昨日センチメンタルトレインとラブトリップを歌うって言ったから。いや、センチメンタルトレインの2番やばいわ。僕が否定しても恋でしかないだろう。
これ以上好きになったら困るほど危ない。どうしてこんなにキュンキュンするんだ。君のこと考えるだけで何も手につかず、また朝のことを思い出してる。自分の気持ちを認めてしまえば今より楽になれるのかな。でも直接言葉にはしたくない。各駅電車卒業までの一日、また一日全てが輝きながら、この電車どこへと向かうのだろうか。こんなに切ない朝が来るなんて今まで予想もしなかった。ときめきなのか抑えてた何か叫ぼうとしている。本当を気持ちをはっきりできたら、この胸のモヤモヤ消えるのか。何もしない、何もできない日々はセンチメンタルトレイン走り続ける。懐かしすぎる。あの各県でバラバラの色のやつ着たい。皆さん、リクエスト送っといてください。フォロあの時僕らは期待して
きっと言えなきゃ夏は終わる。君に会えたら何を言えるのだろう。あの日と同じ校舎の片隅で大人になった僕はようやく正直Thank you。
宙を守りたい性格を脱ぐまではどう生きればいいのか誰も知らない。これライブで歌ってました。なーにがいいかな。モニカなかった。
どんなことあったとしても僕は変わらない。で、あれっきり会ってない。このまま忘れられるものか。そう、本当の気持ちだから、ずっと好きでさせて、好きでいた。これからもずっと。イエイ。
ダークネス歌いたかった。いいんじゃない、まあ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 いいか、それもあり、泣く泣くもない、いいんじゃない、まあ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 そうか、よくもない、よく泣くもない、おおおお、そういうとこあるよね、おおおお、過去と現在未来形、愛にもいろいろあるだろうが、さっきからずっと話してる、そいつ何者だ、だからこういうパーティー好きになれないのさ、人間関係複雑すぎちゃって、君にしてみるみんな友達なんだろう、元彼で紹介しないでくれ、僕は冷静になれないし、気まずくなきゃおかしい、君ってそういうとこあるよね、空気なんて気にしない、ドン引きするくらいマイペースなんだ、ほんと自分に正直すぎる、素直な君を見てるとどうでもよくなるよ、好きならオーライ、これスタジオでやりたい、おおおお、ちょっと慣れ慣れしいボディタッチ、嫉妬なんかしたくないけど、そんなに長いハグは必要なのか、なぜか僕の器がちっちゃく見えて、自己嫌悪だよ、そんなことないよね、楽しく生きるだけ、今さら何もないってことは、そりゃあ僕だってわかってる、だけど少しは気を使え、そこだそういうとこよくない、前から言おうと思ってた、言ってしまったら僕も負けた、きっと言わなきゃよかったよなんて後悔をしてしまうだろう、嫌いなところも飲み込んで Alright、 よくもない、よくなくもない、見ていないふりとかしちゃって、全然気にしてない感じで、そんなことあったのなんてとぼけちゃって聞き返そう、そういうとこあるよね、君ってそういうとこあるよね、空気なんて気にしない、ドン引きするくらいマイペースなんだ、ほんと自分に正直すぎる、素直な君を見てると、それも一人こと好きなら OK、全部一人こと言えるわけない、おお、なんだってオーライ、おお、おお、そういうとこ、そういうとこ、そういうとこあるよね、ごめんなさい、うう、許そう、耳が痛い、音量下げれば、
ら必死なし周りの女の子に負けてる悔しいよああいちごバナナアーボー甘い香りがするメロンチェリーオレンジちょっとキスしたくなるそこに紛れてる私はアボカドアボカドじゃねえしアボカドだしそれ以上近づきたいよまた仲良くなりたいどんな冷たい仕打ち仲間外れに絶対あなたを諦めないよ恋心ああいちごバラのアーボー見た目可愛いよねメロンチェリーオレンジちょっと付き合いたくなるそこに紛れてる私はアボカドアボカドじゃねえしアボカドらしいいちごバナナアーボーはいメロンチェリーオレンジねえねえ食パン買うで歌う曲ないかな。なかなか入ってないんですよね、この中に。隣のバナナも入ってない気がする。生エキリプスもなかったし。いやーでもでもちょっと全然入ってない。じゃあロマンティック病も入ってない。ロマンティック病まあまあいいかがあるね。確かに
禁じられた二人。どうぞ。いや、違う。友達でいられるなら、こんなに苦しくはなかっただろう。この胸が張り裂けそう。どちらかが傷ついても、赤い血を流しても、僕たちの恋のようなは打ち消せない。6位ギルスさん、5位セリアさん、4位坪井祐介さん、3位ジャストミトさん、2位マサさん、そして1位はドゥルドゥルルンジャンユキさんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はドゥルドゥルルンジャン、マモルさん、ありがとうございました。ありがとう。それでは終わるまであとちょっとですけど、歌って終わろうと思います。今日も一日お疲れ様でした。ありがとうロバイツラップアシンチェー。